ぱり一つの曲の明らかにサビっていうか泣かせどころがあるじゃないですか。そこのメロディーの強さはベートーベンは他のどのクラシックの作曲家より僕は強いと思うんですよ。そうですよね。ベートーベンだってみんな作曲家のなりたいランキングってベートーベンですか、理想ランキング、あのランキングっていうかバルトークとか、こう、あ、最近の、最近っていうか1900年初頭の理想像、音楽家としての理想像だ。あれがポップやったんでしょ、その時の小室っていうか。小室っす、まあ、それこそ小室やと思いますよ、うん、小室っていうか、だって、まあ、大工とか西郷やけど、ジャ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 ンなんて小室じゃないですか。あ、ジャ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 、まあで大工とか、あの特にシャゲヤスやー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 、まあそのまま、そのまま大工、うん、まあそれとはちょっと種類が違う。でも牧原とかはバッハっぽい、ね、あーなるほどね。バッハね、マッキーね。バッハも、心配ないからね の、 あのカントが、うん、あれキャリオンキャリオンタタタタ、あれモーツァルトのタタ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 タ、バッハ、モーツァルト、ベートーベンは、まあ、よくありますね。それだけキャッチーっていうか、あとジョン・レノンとか、ジョン・レノンね、あとあの井上陽水とか、ジョン・レノン。でも陽水とジョン・レノンに関してはあの声とあの歌い方やから、なんか説得力があるっていうか、うん、だ僕も自分で曲書くようになって、やっぱメロディーの強さしか書けないから、あのジャズ的なハーモニーのこうあれで映っていくとかじゃなくて、もうタダダダっていうそのメロディーがかっこええなっていう。さだかさんの好きなやつは僕も大好きなんですけどね。多分そこが通じてるんですよね。ストロングな音楽が好きじゃないですか、うん、まあ、僕も好き。パンクっていうか、イースタンユースとかね、言ったらのぶといというかストロングだね、暴力的というか熱いというかね。それはまあそれはもう近江さんの絵もそうやからね、ストロングやから、その中にこうニュアンスがあって、うん、で絵は難しいのはやっぱりその古典で実物を見てやっぱりね受ける感銘があるから、やっぱあの SNS とかの あれだけじゃなくてね、 SNS で一番いいところは、パソコンの画面がガラスやから、ガラスっていうかプラスチックとかガラスやから、うん、アクリルとかツルツルの画面で見えるから綺麗に見えますから。でも近江さんの映画逆じゃない、あのだから綺麗に見えるというか、その綺麗さ、ガラスの綺麗さがある。ああ、でも近江さんやっぱマットな、でもピカピカになるから、マットな表現の時にツヤツヤになるから、なんかパソコンで見てる画像は、まあ、実際とは違う時がある、うん、やっぱその今日も描いてくれた絵とかもあの画面で見るよりやっぱね、うん、これまあガサガサですね。ガサガサがやっぱ、いやそれベニヤに描いてるでしょ。そうです、あの、まあ、ベニヤ的な合板みたいな、合板でその感じが分かりたい。だから俺アップにしちゃうんだと思う、今まで近江さんの絵使って。ああアップやったらめっちゃ質感が出ますから、うん、多分セモダイ2と、うん、ラディカルか、うん、はアップにしてるのはその書いた何回も書き直してるから、うん、その下の線も出したいんだと、うん、ボールペンの線とか、うん、質感が出ます、ね。
うん、でもラディカルの、まあそういうのってジャズ的な発想やと思うんですよ。ジャズ、その生活とかその DNA に刻まれた、まあ、家庭含めてね、人間とかその家族とか、いや家族とか家庭、あの家庭、その映画できるまでの家庭、うん、そうそう、そのだから、まあ、一発でかけたら時間短縮でお前すごい仕事できるやつやなってなる、村上隆やなっつってけど、まあ、そこで自分を否定してこれじゃないって違う線にするから、あの変更するわけで、だからそういうね、あの何回も細かく自分を破壊してるわけでやってるから、うん、今流行ってるなんていうの、ジブリ風な絵を描いてるくて、からもうジブリじゃなくてアニメ風、今逆にあれでしょ、あの80年代のあの感じ流行ってるから、80年代の感じもそうだけど、あのポリエステルっていうね、なんと僕もやってますけど、そのニューレトロみたいなやつしてるけど、まあまあ根本的にしちゃうからね、あの怪物なんですよ僕らはね、言ってることが。だからあのだって進化させて、なおかついろいろ考えてるから変更点が多いですね、活動とか。だからそれがまあネックに 90% ネックになってて、で面白みが 10% でここで楽しんでくれてることになってる時もあるし、でそれを飲み込めって言ってるわけじゃなくて、それはまあ絶対にダメなことであって、あのこれから成長して、成長っていうか早急に改善して、あのちゃんと人の心に届くようにちゃんとやっていくっていうことを、まあ、考えたりしてるけど、まあね、簡単にはいかないですよ。それ自分だけで考えてるわけじゃなくて、なんか芸術なんか知らん会社の上司とかも、まあ、そうそうそう、本気になって毎日のなんていうの、でも言うわけ、会う時に当たり前のようにね、あの混ぜ込んでくるわけ、千賀さん書いてんの、何年も書いてんのとかじゃなくて、作業ないよとかでも混ぜ込んでくる何年も何十年も20年ぐらい、千賀さん良くなったらほんまに、それ人間の行動パターンなの、それは。千賀さん面白くなったよ、そう、人と触れてだからなんていうの、みんながアーティストなの、言ったら、そうきっと芸術なんかやってなくても、あの一番だから根本的なところは分かってるわけ、うん、あのなんでかっていうと、一番分かりやすいのはインターネットで例えば何か検索すると、一番上に一番いいものが出てくる、うん、画像検索で、うん、全員分かってるってことだ、だから全員が芸術家、人間が、作るもんっていうのはもう、それを全員が分かってる、だから